はい、皆さんこんにちは。今回は分断統治の具体例について説明いたします。で、ヨーロッパが古くから、他国を植民地としていった歴史をご存知だと思います。植民地化された国々なんですが、この中で今回はインドについて取り上げてみたいと思います。で、インドの歴史の中でインドの植民地化、インドの植民地化なんですが、初めに、ポルトガルが、目をつけてきまして、インド洋の制海権を得たと書いてありますが、その後デンマークやオランダ、イギリスが入り込んできてインドの利権を得ようとやってきまして、で、その植民地の利権の争いでヨーロッパ同士が戦争まで起こしてまして、例えばプラッシーの戦いとか、ヨーロッパは他国を、他国の利権を得るために戦争までする、そういうヨーロッパなんですね。で、いろいろありまして、最終的にはイギリスがこの植民地とする、インドを植民地とする権利を得ました。1877年にイギリス領インド帝国が成立したと書いてあります。で、イギリスの統治時代なんですけど、イギリスはインド人知識人層を懐柔するため、諮問機関としてインド国民会議を設けた。で、イギリスはインド統治に際して民族の分割統治を狙って、ベンガル分割令を発令したが、分割への憤りなどからかえって、反発が一層強まった。イギリスはさらに独立運動の宗教的分断を図り、この分割統治は分断統治と同じことで、最初は民族の分割分断を狙ったんですが失敗したので、今度は宗教的に分断しようとして、いろんなやり方で分断統治を行ってきたことが書いてあります。で、ここで出てきました、分割統治は分断統治と同じことなんですが、これについてなんですけど、植民地とするために厄介なことは、反乱を起こされることなんですね。国全体が一つになって反乱されれば、植民地として利益を得ることができなくなってしまいます。絞り取るところじゃなくなっちゃうんですね。そこで植民地が一つにまとまらないようにするために、このいろんなやり方で分断分割するわけです。例えば一度占領した国を領土で北と南に分けまして分割します。で、そうすれば、一つの力を弱めることができまして、で、それぞれの国同士を敵対させたり、仲違いするような要素を煽ったり、それを作り出したりして、植民地が一つにまとまらないようにします。そうしますと、植民地化を続けることができるということなんですね。利益を絞り取りやすくするために、属国の力を弱めようとするんですね。敵が団結しないように、争うようにするんですね。これが分断統治です。ヨーロッパの植民地化していった歴史の中で、分断統治が行われてきましたけど、これはたまたまインドの例ではありますが、こういう歴史は確かにあったことがわかります。で、このやり方が、我々のこの日本でも行われている疑い、可能性があります。まず、この社会の歴史の中で、この分断分割統治ということは習わなかったと思うんですが、それが隠されてたというところも、また状況証拠の一つですね。なぜ隠す必要があるのか。で、続きましてのメディアの報道なんですが、とにかく日本人は信じられないですね。ソウル市民の方、悪いことをするときは日本人と言うんだよな、
まあ、これも韓国の方です。嫌いですよ。だって韓国を苦しめたじゃないですか。韓国は黙れ。まあ、このように、メディアの日本と韓国が仲違いするような報道をいつも行っています。このような報道によりまして、日本と韓国は、この、溝が深まりまして、分断されます。で、日本国内の中ではさらに、日本にいる在日韓国人と日本人との仲も悪くなります。日本国内では民族による分断も行われることになりまして、二重の分断工作を受けている可能性があります。国土による分断を受け、さらに民族による分断も受けていると。で、ここまで露骨なメディアの報道ですから、メディアが完全に支配者側の道具になっていると考えられます。まあ、この可能性があるということで、日本も同じことをされている可能性があります。まあ、今回はインドの分断統治を例に挙げましたけど、日本にも関係がある可能性があるということで、お伝えいたしたいと思います。今回は以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。